これより会議を開きます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。この際お諮りいたします。本件調査のため本日政府参考人として内閣法制局第一部長木村洋一君、総務省自治行政局長吉川博美君、総務省自治行政局選挙部長森源次君、総務省政治資金適正化委員会事務局長上村聡君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。後藤祐一君。